さて今朝の5時台ですね、おはようテラちゃん、スペインと結んでいます。スペイン在住でコーヒー農園の経営者の松尾彩香さんです。松尾さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今お伝えしたようにワールドカップサッカーですね、日本代表クロアチア戦とベスト8をかけて戦ったんですが、まあ、1対1の同点、延長した、それでも点は動かずに最後 PK 戦で1対3で敗れています。松尾さん、これご覧になりましたか？あ、もう最初から最後までずっと見てましたね。すごいそうですね、こっちは夕方の4時から試合が始まるので、はい、スペインはね、そうですね、すごくいい時間だったので、バッチリ今回の大会全部見てますね。あ、はい、そうなんですね。いかがでしたこの試合見て？いや、もう悔しいですね。もう終わってからまだ2時間ちょっとぐらいしか経ってないの で、 そうです。私もなんか興奮冷めやらぬっていう感じで、まだ心臓が痛いです。あら気持ちわかります、心臓が痛い、暇がなかった、はい、ね、もうずっと興奮してたんで、はい。まあでもね、今回は1点日本が取ったんですよね、選手点を。そうですね、先に取った時は、はい、あ、いけるかなと思ったんですけれども。ですよ、だって今まで ね、得点は後半に2点ぐらい入れてましたからね。そうですね、なんか、これで後半ももう1点入れればいけるんじゃないかぐらいな感じで見てたんですけど、そうでしたね、やっぱそれはうまくはいかなかったですね。クラッチは強かったですね、まあね、日本その慎重な立ち上がり見せて守備からリズム掴んでいって、で徐々にボール、それまではね、やはりクロアチアがボール結構持ってましたけども、だんだん日本もボール持つ時間が増えてって、で前半43分に、前田がですね先制点を奪って1対0でハーフタイムと、で後半、クロアチアが前に出る展開となりまして、後半10分に、同点ゴールを日本は許しました。でその後いいゴールでした ね、 あれね、はい、ペリシッチの、はい、悔しいですけどね、悔しいですね、はい、いいゴールだった、はい。でまあ、その後ですね、お互いに決め手を書いて1対1のまま延長戦で、30分の延長戦でもゴールは生まれずに決着は PK 戦にもつれ込みました。でキーパーとも蹴る選手1対1、しびれますねあれね。あれね、心臓に悪いですね。悪いですよね、だってもう蹴る選手もドキドキだし、見てる側もそれ伝わってきますもんね。そうですね、あのプレッシャーに耐えれる選手は本当にすごいですね。そうですね、キーパー、だからキーパーも1対1になってね、でもキーパーも改めて活躍しなきゃいけないわけですよ、防ぐためにはね。そうですよね、はい。まあ、後ほどゴンダのコメントなんかもね、お伝えしようかと考えてるんですけども、まあ、もうでも目を背けたくなるような緊張感がこちらにも伝わってきたという状況で、日本先行でした。で1人目の、南野選手と2人目の三笘選手が連続で相手のゴールキーパーにシュートを防がれました。そして日本が1対2で迎えた4人目、キャプテンの吉田麻也選手も決められずに、最後クロアチアの4人目に決められて、ペナルティーキック戦で1対3で敗れたということなんですけどもね。これでも決勝トーナメント進出国ってのを改めて見てみると、ヨーロッパが最多8カ国、オランダ、フランス、ポーランド、イングランド、クロアチア、スペイン、スイス、ポルトガル、次いでアジアが3カ国で、オーストラリア、日本、韓国、あと南米、アルゼンチン、ブラジル、アフリカがセネガル、モロッコ、そして、北中米カリブ海がアメリカ、まあ、こういう1カ国で、ベスト8入りを決めたのがオランダ、アルゼンチン、イングランド、フランスと、今のところなっているということなんですが、これでも今回の松尾さん大会は、結構番狂わせというかね、アルゼンチンが、初戦でサウジアラビアに負けて、うわこんなことあるんだなみたいなね、そういったこともありましたものね、うん、そうですね、いろいろサプライズがある大会になってますね。そうですね、まあそれにしてもスペインです、はい、スペインどうですか盛り上がりは。ですね、まあ、国全体ではやっぱりサッカー大好きな国なので盛り上がってると思うんですけれども、はい、私が住んでるところってマドリードが近いんですね、でマドリッドのクラブチームのファンがとても、レアルマドリードですね、はい、クラブチームのファンがとても多いので、今のスペイン代表の監督が結構バルセロナと関わりが深い人物っていうことで、天敵バルセロナの関係者を応援してやんねえぞっていうことでそういうことですか。なので私の周りは結構なんか、さっきもメール来たんですけど、あ、日本負けちゃったねみたいな、今回日本を応援してたのにみたいな感じで、なんか
かスペインを応援せずに、なんか他の国を応援してる人とか結構いて、なんかあの自分のバルセロナとやっぱマドリードはそのバチバチですね。はい、クラブチームね。そうですね、敵 の、 あの関わってる人物が率いるチームが勝つのはどうしても許せないみたいで、というのはなんかあのもう国というよりは、はい、自分のクラブチームが世界一だから、はい、もう、 そうですね、そこともう関係ないんですよ、関係ないです愛国心はないのかみたいなね、ツッコミ入れたくなりますけど、あ、なんか結構意外でしたね、そこは。はい、そうですよね。あ、でもそれだけ、はい、応援しないんだと思って。だからサッカーが盛んすぎちゃってね、うん、そう、好きすぎるんです。そうなんですね。で、我がチームというところでもう気持ちは固まっちゃってるってことなんですね。そうですね。あ、これはやっぱり、まあ、スペインだけとは言いませんけれども、スペインならではに近い感じですよね、この感覚はね。まあ、ヨーロッパそういう、はい、ところが多いんでしょうね。はい、はい、そして日本と同じグループ E で2位だったスペインです。日本時間の明日の午前0時にモロッコと対戦します。これ FIFA ランキング、まあ、一応見てみるとスペインは7位でモロッコは22位ですね。ベスト8入りがかかった一戦でね、この、まあ、我々というか日本はクロアチア戦の前にやっぱりこのグループリーグで戦うこの気持ちと、やはりこの決勝トーナメントに入っていくともう目の色も変わるみたいなね、いよいよ本気入れてくるみたいなそういう言い方もされてるんですよね。はいはい、とここでスペインはやっぱり目の色変えてくるってことですか。まあでもモロッコどうなんでしょうね、決勝トーナメント進出が多分36年ぶりとかそういうぐらいなので、結構多分スペインとしては余裕、まあ、勝つっていう風に見てるんじゃないかなと思うんですけど、なんか心配なのはその先月27日にあのベルギー戦で、はい、あのモロッコがベルギー破った後に暴動が起きたじゃないですか。はで、それがあの今回のスペイン戦でも起きないかどうかっていうのが、なんか、あの勝ち負けより心配されてます。心配されてるってことなんですね。そうですね、あのモロッコの移民ってスペインに78万人いるんですよ。で、あのかなり移民が多いので、はい、あの結構その試合の後に勝あの勝ち負け関係なしに結構荒れるんじゃないかっていうので、それはだからスペイン国内でってことですね。そうですね、あのスペインに住んでいるモロッコがあのスペイン国内で暴動を起こすんじゃないかっていう心配事が今あるみたいで、そっちの方がなんか注目されてますね、試合より。でもそれは改めて松尾さん、やめていただきたいですね、そういうことはね。やめていただきたいですね。スポーツサッカーなんだからね。それをきっかけになんか騒いじゃおうぜみたいなね。そうですね、よろしくないですね。はい、なかなか警察を結構あの動員する予定みたいです。あ、もうそうですか、スペイン国内でね、はい、警戒をするということのようなんですね。はい、まあ盛り上がるんだったらまだね、いざ知らずですけども、暴動だとかそういうのを起こしてほしくないですもんね。そうですね、楽しく終わってほしいですね。そうです、残念とかね、はい、笑顔で終わってほしいです。はい、ね、はい、松尾さん、今朝もいろいろお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。おはよう、テラちゃん。今朝5時台はスペインと結んでいます。スペイン在住でコーヒー農園経営者の松尾彩香さんです。時刻5時16分です。おはよう、テラちゃん。今朝はスペインと結んでいます。スペイン在住でコーヒー農園経営者の松尾彩香さんです。松尾さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは朝刊トップ5いきましょう。12月6日火曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。産経新聞、防衛費5年間で43兆円。岸田総理は防衛力の抜本的な強化に向けた来年度以降5年間の防衛力整備に関する総経費について、およそ43兆円を確保するよう浜田防衛大臣と鈴木財務大臣に指示しました。現行の中期防衛力整備計画の 1.5 倍を超えることになります。毎日、朝日新聞です。景気足踏み。全国の主要100社を対象にした朝日新聞のアンケートで、国内景気が足踏み踊り場状態にあると答えた企業が46社に上り、5月から6月の前回の調査より9社増えました。物価高による個人消費の低迷やアメリカの利上げに伴う景気減速への警戒感が強まっています。毎日新聞、救済新法今国会成立へ。
旧統一教会の被害者救済に向けた新法案をめぐり、自民党茂木幹事長は立憲民主党岡田幹事長らと会談しました。野党側は法案を修正した上で今国会での成立を期すことで合意しています。読売新聞。 NHK 次期会長稲葉氏。 NHK は次期会長に元日銀理事の稲葉信夫氏が就任すると発表しました。任期は来年1月25日から3年間です。2008年以降6人連続で NHK 外部からの登用となります。日刊スポーツ。森保監督2年契約。サッカーワールドカップカタール大会決勝トーナメント1回戦、日本は前回準優勝のクロアチアと対戦し、延長を含む120分の死闘の末、ペナルティーキック戦 PK 戦で敗れ、初のベスト8入りはなりませんでした。その日本代表を率いた森保監督にサッカー協会が2年の契約延長を提示する方向であることが分かりました。その期間を評価した上で次のワールドカップまで延長する考えです。はい、以上朝刊トップ5でした。さて、スペインにいらっしゃいますスペイン在住コーヒー農園経営者の松尾彩香さんです。松尾さん、今5本のニュース私お伝えしましたが、気になるニュースはどれでしょう？やっぱワールドカップ関連で、はい、森保監督ですね、よかったですね、なんか評価されたんですね。そうですね、森保監督のなんかあのメモを書くじゃないですか、はい、試合中に、あれが結構こっちでも話題になってて、何を書いてるんだろうみたいな、なんか買い物リストなのか、デスノートなのかみたいな感じで、なんか、はい、なんかそういう大喜利みたいなのがあの SNS 上で結構行われて話題になってましたよ。そうでしたか。ね、司会誌メモとかね、いろいろメモって気になるところありますもんね。でもね、これ正直言いますけれども、今回のワールドカップ、まあ、ドイツに日本勝ちました。その時は森保監督こういうふうにね、ワールドカップ監督続投みたいな、日本代表監督続投なんて出て、で次コスタリカに1対0で敗れた時、なんかそれがもうなくなっちゃったみたいな、そういうこの、記事も載りました。まあこれはね、まだそのね、政府決定ではないんですけども、だからあの、はい、それ打ち切りかみたいなね、そういうのもちょっと乗ったりして、はいはい、で、はい、まあ、今回、まあ、このスペイン破った後の、ね、ワールドカップ、ベスト8入りはなりませんでしたけれども、まあ、いい試合をしましたということで2年契約ということのようなんですけども、はい、こういうのっていうのは、はいはい、スペインの監督ってやっぱり同じようなもんなんですかね。どうなんでしょうね。ね、でもこれ2年契約ということは、はい、この後の、はい、ワールドカップが2026年アメリカ、メキシコ、カナダ、ね、これ共催っていうところでワールドカップですから、4年後じゃないですか。だから2年で、はい、はい、成績見て決めようかねみたいな、そういうことですよね。難しいですね、なんか、頑張れ森保監督って感じですね。そうですね、まあ、海外のこのクラブチームの監督とかね、あとそういう代表の監督とか見ると、はい、いきなりクビになっちゃったりするとこはないとは言いませんけど、うん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 、シビアですね。そうですね、まあ、どうなるか、はい、次のワールドカップ誰が監督になるか、そうですそうです、まあ、森保監督だといいなって感じですけど、そうですよね、はいはい、さて、松尾さんにはですね、先週日本中を沸かせたやはりこのワールドカップの話題ですけれども、カタール大会1次リーグの日本対スペイン戦についてぜひ聞かせてください。これね、はい、スペインはの1次リーグ最終戦で日本と対戦してですね、まあ、スペインは FIFA ランキングちなみに7位です。で日本が24位だったかな、まあ、ですから、日本からしてみれば、まあ、スペインは格上のチームですし、スペインからしてみると日本は格下だということになるわけなんですが、1次リーグ最終戦で日本と戦って前半に先制点を挙げて1対0とスペインリードしたんですが、後半立ち上がりわずか3分で2失点、そして1対2でスペインは敗れました。でこの結果ですね、日本は E 組首位で勝ち上がり、スペインは勝ち点4で並んだドイツを得失点差でかわす形で2位での決勝トーナメント進出となりました。まあ、これ日本からするとジャイアントキリングなんて言ってましたけれども、これあの逆にスペインからすると、まあ、大番狂わせみたいな表現になるんでしょうかね。これスペイン国内ではどんな反応だったんですか？まあ、予想外でしょうね、はい、まあ、始まり私多分前回のお話の時に
多分話したと思いますけど、みんななんか舐めて日本を舐めてるじゃないですけれども、なんかまあ、あのこの、グループはじゃあ1位がスペインで2位がドイツみたいな、多分みんなそんな認識でいたっていうふうに私は思ってるんですね、肌感でですけど、ですけど、まあ、多分ドイツに日本が勝った時ぐらいからちょっとあれちょっと待ってみたいになっていたみたいですけど、なんかあのそこから日本の評価が変わった感じありましたけど、はい、でもそれでもまあスペインに勝つなんて思ってなかったでしょうね。まさか首位でこのね死の組って言われたグループをね、はい、日本が突破するなんてまさかスペイン考えてなかったでしょうし、まああの舐めてましたねスペイン最初に、ね、正直ね言ってね、はい、で、はい、だってほらスペインはコスタリカに7対0かなんかで勝ちましたよね。そうですね、あのあとすごいなんか調子乗ってましたねスペイン。そうやっぱりね7点取っちゃったなんて、なんか余裕を、そうそう、まあでもその7点があったから得失点差とかも余裕はありましたよね。まあそれはねあると思うんですけれども、まあその勢いでじゃあコス日本コスタリカがあの 7-0 だったからじゃあこの勢いで日本も同じ感じでって多分思ってたと思うんですよ。それがまさかの負けちゃった感じで、はい、その負けザマーメイロです、そうですよね我々からしてみればね、はい、余談なんかしてるからだよ、はい、何が起きるか分かんないんだぞみたいなね、そういう言い方ですけど、はい、スペイン国内どんな感じだったんですか日本に敗れた時。いやそうですね、まあ認めたくなかったんでしょうね。すごいブーブー言ってた人もいましたけれども、ブーブーって、まあ、何言ってんですかブーブー。あの2点目が気に食わないんですよ。2点目がどうしても気に食わないみたいで文句ばっかり言ってましたけど、でも、あのやっぱりねその FIFA が公式にあれはあのいいんですよっていう風に、はい、ちゃんと入ってますよっていう風にあの伝えてくれたんで、そこからはあの批判は、ね、減りましたけれども、でなんかみんなあの結局あのブラジルとアルゼンチンに当たらなかったから結局良かったじゃないかみたいに結構みんなあの考え方切り替えて、まあ、悔しいみたいですけれども、まあ、結果オーライっていうか、まあ、そっちで結果局良かったんじゃないのみたいなあの気持ちでみんないると思います。そうですか。あの松尾さんにはあの周りのこのスペインの人たちが、例の日本がですねスペインに勝った時っていうのは祝福の言葉とか来ましたか。あの皆さんあのおめでとうって、ね、あのメッセージくれたりとか、はい、またさっきもお話ししたようにあのバルセロナが許せないあのリアルマドリードのサポーターとかもすごい一緒に喜んでくれました。あそうかそうか、あの別にスペイン代表応援してないからねスペイン人なんだけどそうそうそうっていう人たちからはおめでとうよくやったということですね。バルセロナが率いるチームが負けたっていうので あの祝ってくれましたね。そうですか。でもねその物議醸したと言われている VAR ですか、はい、あれはそのスペインで例えば国内のニュースなんかであんなもの入れなきゃよかったんだみたいなそういう話題はなかったですか。試合終了後は、そのなんていうんですかツイッターのトレンドにあの泥棒っていう言葉があのライングインしてましたね。そのスポーツだとその泥棒っていう言葉はそのなんていうんですかズルをして勝った時とかに使われるんですよ、だからそんな日本はズルして勝ったみたいな感じで言いたかったのか、あの試合はあの泥棒だったみたいな感じでツイッターにあのトレンド入りするぐらいやっぱみんな認めてなかったみたいです。そうなんですね、まあ、あの先ほどですねスペインからその日本のこの日本代表はどう映ったのかって聞きましたけども、これあの結構活躍した選手とか日本でですね活躍した選手とか、はい、注目された選手っていうのいましたか。まあ、特にドイツ戦が終わった後っていうのは、はい、あの、キーパーの権田選手ですね、はい、があのかなりもう好セーブ連発してたので、それで、ですね、スペインって日本のキャプテン翼すごい有名なんですよ、あの名前はあのオリベル・イベンジあのオリバーとベンジっていう名前なんですけど、それでキーパーの若林源三ですかね、はい、キャプテン翼のキーパーがあのベンジって名前でスペインでは知られてるんですね。なのでそのドイツのその好セーブ連発したその権田選手の動画のところにあれはベンジだみたいな実写版ベンジだみたいな感じ、ね、そうそうそう、まあ、あのベンジが頭に浮かんだんでしょうねあの好セーブ連発を見て。そうなんですね。なのでかなりあの権田選手かなり話題になってましたね。あそうですか。まあだけどねそうやってこのキャプテン翼で日本のアニメであの日本のアニメってのは分かってるんでしょうね。そうですね、はい、ね、それでだと思います、ね、はい、名前は変わってるとはいうもののね、だからそういうこの、はい、あサッカー日本もやってんだな、で今回その日本にですね格下の日本に負けたってことなんですけど、これ負けは一応、まあ、認めてはいるんですかね。
そうですね。最初はやっぱりみんな2点目が気に食わなくて認めてなかったみたいですけれども、まあ、その試合が終わった後、まあ、試合が夜だったんで、一夜明けたその次の日とかに、結構なんかサッカー関連の、なんていうんですか、そのアカウントっていうんですかね、その SNS の TikTok だとか、その Twitter とかのアカウントが、その FIFA のルールはこうだから、これは OK なんだよっていうのを結構みんな説明し始めたんですよ。それで結構その意識っていうか、その理解が広まって、で、結構そこからはなんか、あ、じゃあしょうがないねみたいになってる一方で、それでもまだ認めてない人いますけどね。いや、ああ、そうですか。もう 認それめでたもくなんないか、んいだ。や、あれはもういじっても認めたくないみたいで、2点目はいや、あれなしだみたいなこと言ってる人いますけれども、まあ、大半はその、皆さんの、なんていうんですか、FIFA のルールを説明してからは納得したみたいで、ああ、そうですか。あ、そうかっていうふうになってる人が大半だと思います。なんか認めたくない人に、あんたはレフェリーかってツッコミ入れたくなりますけどもね。本当ですよ ね。ね、もう負けたんだから黙ってなさいって思そう、うんですけど。そうですよね。でも、まあ、これからスペインもね、試合があります。さて、ちょっと話題変わりますけれども、こういうニュースもあります。スペインに関して、11月スペインの消費者物価指数がですね、前の年に比べてプラス6.6%と、前回のプラス7.3%から伸びが鈍化したというニュースがあります。7月のプラス10.7%をピークに4ヶ月連続の低下となりました。で、市場予想はプラス7.1%でした。スペインは EU 域内で4番目の経済規模となっていて、影響度は高いようだということなんですが、スペインでの物価の高騰、まあ、今これ肌感覚含めて松尾さん、どうでしょう、落ち着いてるという感じですか？いや、落ち着いてるって言っても、6%ですからね。はあ、高止まり感の感じです高か？止まりか。まあ、上がってることには変わりはそうなでいのすね。で、止まっやってぱもいじないわじか。わ止まってもないですね。ね。マイナスにはなってないんで、まあ、上がるのがちょっと、その値上がりがちょっと、なんていうんですか、鈍くなったぐらいで上がってることに変わりはないので、まあ、落ち着いてるというのは認めたくないですね。上がってますからね。ああ、認めたくない。いいこ例えとではば、ないですね。スーパーとか買い物に行っても、ああ、やっぱりちょっとずつ上がってるわみたいな実感っていうのはありますか？ちまちまなんかやっぱ上がってますよ。すごいなんか一気に倍になるとかではないですけれども、なんか分かりにくい感じで、なんか何セントとかじわじわなんか行くたんびに上がって、あれまた上がってんだこれみたいなのはありますね。いつまで続くんだろうこれっていうので、まあ、結構皆さん悩んでる。日本ですと、どんな品目が2月から上がりますみたいなニュースはやるんですけども、スペインでは何かこの品目は上がりますっていうようなニュースは流れるんでしょうか？ないですね。日本結構親切ですね。そしたらなんか、ちゃっかり上がった後に、なんかまとめてこれが、何パーセント上がってましたみたいな感じで。もう 過上が去って形かみらたいなに。ね。そうですね。なんか、なんていうか、予測、予報みたいなのはしてくれないですね。そうですか。なんか、買いだめとかできないです。そうですね。そうだ。前もって言ってくれると買いだめができますものね。そう、それができないんですよ。スーパーに行って気づくみたいな。そう買っですとけよか。かったってなる。これ一応確認ですけれども、まあ、日本ではですね、新型コロナウイルス、あとインフルエンザも少しずつちょっと増えてきたかなみたいな嫌いがあるんです。ですから検査キットなんかも同時で検査できるキット、これも民間の人も使ってもらおうみたいな、この流れになってるんですが、新型コロナ、あとインフルエンザ含めていた、あの、ごめんなさい、スペインはどうですか？インフルエンザも増えてますし、コロナウイルスも増えてるみたいですね。で、検査キットもありますし、今はその両方とものワクチン接種も、同時の。行って、そうですね、行ってますけれども、もうみんななんか関心ないですね、正直。ワクチンやっててももう行かないし、まあ、コロナっぽいなって思っても検査すらしないしっていう感じで、なんか、コロナウイルスに関する捉え方がやっぱ日本とは全然違うなっていうのは感じますね。で、日本だと例えばですね、まあ、全員とは言わないんですけれども、その後遺症というか、新型コロナウイルス、まあ、これに陽性感染して、まあ、症状が出ました。例えば嗅覚、まあ、これがですね、しばらくは衰えちゃったりだとか、まあ、そういうことも言われてるんです、言われ続けてるんですけども、スペインではそのあたりのニュースだとか、そういう話は聞きますか？ですね、実際その、感染してからすごくうつ状態みたいになっちゃって、そこからいまだに抜け出せてない人が、知人の知人ですけど、いるみたいですね。あとなんか嗅覚が戻らない、やはまだり。戻らない、なんか5、6ヶ月経ってるけど戻らないみたいな
感じの人とかも正直すごい聞くんですよね、私の身の回りでも、なんか私も身近にはいないですけれども、はい、なんかそういう人が身近にいるんだよっていう人の話を人づてに聞くみたいな感じで、だから実際なんかそういうコロナウイルスに関する捉え方っていうのは日本と、ね、スペイン全然違いますけれども、はい、まあ起こってる出来事はやっぱりね、当たり前ですけど変わらないなって、ね、まあ、捉え方の違いですよね、はい、松尾さん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。時刻5時33分です。時刻5時38分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はスペインと結んでいます。スペイン在住でコーヒー農園経営者の松尾彩香さんです。松尾さん、今この関東かなり冷えてましてですね、例えば八百万の下々さんは今朝の坂戸 5.2 度、というふうにいただいてますが、スペインどうですか、今日中の気温だいたいどのくらいですか。大体今10度いくかいかないかぐらいですね。でも そういう季節になってきてますね、やはりね。そうですね、東京とあんまり変わらないぐらいな感じ、私が住んでるところはですけれども、首都周辺はそんな感じですね。はい、まあ、ということはで、天気はあんまり良くないんでしたっけ。今週ずっと雨ですね。 あんなに干ばつ言ってたのに、今逆に降りすぎてちょっとそろそろ止んでくれないかなっていう。はい、まあ、前回お話聞いた時もコロンビアもね、結構大変でずっと雨で、その半かっぱがない雨量でとおっしゃってましたよね。そうですね、もう29ヶ月連続で平均を上回る降水量が続いてるみたいなので、もう地盤ゆるゆるで土砂崩れがすごいですね。2年以上ってことですよね、だからね。そうですね、もう2年以上、はい、ずっと雨季みたいな感じになっちゃってます。だからね、コロンビア南米ですけれども、そちらも大変、まあ、スペインはスペインで、今は雨ということですが、さて、やはりこの松尾さんというとですね、ラジオ機の方もコーヒーのこの話をぜひ聞かせてほしいというこのオーダーが多いんです。コーヒーの豆の話題について伺っておきましょう。高級コーヒー豆アラビカ種、この国際価格が急落していると日経新聞報じています。2月の直近の高値に比べて4割も安く、1年4ヶ月ぶりの安値圏に沈んだといいます。まあ、高騰していたコーヒー豆の価格の急落ですけれども、まあ、これ前回11月23日にもこの同じように聞きました。まあ、ブラジルの影響があるというふうにお話しされていたかと記憶してるんですが、松尾さんのお仕事も含めてこれどうでしょう。そうですね、確実に下がってきてますね、はあはあ、今も本当にグラフでいうとシューンと下に悲しい感じで下がってしまってる感じなんですけれども、はい、まあ、それでもひどい時に比べたら倍ぐらいの値段、まだ高値って言えるぐらいの水準をまだふわふわしてる感じなので、もうこの値段でやばいっていうわけではないんですけれども、はい、まあ、ただそのコロンビアのコーヒー の組合の方も、これから下がるから気をつけろっていうか、準備しろみたいな、まあ、どう準備どう何をどう準備していいか分からない、でもなんかそんな感じで心の準備ぐらいしかできないですけれども、はい、なんか警告をしている感じで、まあ、これからどんどん下がってきますよ。はいはい、改めてですが、今回の価格の下落の背景、これ何があるんでしょうか。まあ、やっぱりブラジルでしょうね。はい、前 そのお話しした通り干ばつとか、はい、あと霜が降りたりっていうので、もう木が死んでしまうぐらい、はい、壊滅的な被害を受けたブラジルなんですけれども、まあ、木が死んでしまったので一斉に植え替えたんですよね。その植え替えた木が今育ってきてるんですよ。はい、で実をつけ始めたっていうので、まあ、それで、これから豊作、特に来年再来年あたりにすごく豊作が予測されてるんですけれども、はい、まあ、コーヒーの価格ってそういった株価とかも大きく関係してくるので、うん、まあ、結構マネーゲームの対象に なりやすいですよね。それでなんかそういったのを見越して、株とかでなんか値が動いてるじゃないですかね。それで下がってしまったのと、あとは、ですね、あと需要も減ってるんですよね。やっぱり世の中みんな物価が上がっている関係で、やっぱコーヒーって嗜好品なので、はい、まあ、肉だとか野菜とかはやっぱり高くなっても、まあ、買わなきゃいけないじゃないですか、生きていくためには。はい、でもやっぱコーヒーってどうしても削っちゃうんですよね。まあ、日本でもいろいろ価格が上がってるんで、ちょっと今まで
コーヒーでちょっとなんかコーヒーブレイクみたいな感じで、はい、あのコーヒー屋さんに今まで入ってたのがちょっと最近ではなんかあの気が引けてしまうとかそういう感じの日本人の方ね、はい、も実は多いと思うんですけれどもそういった感じで消費国があの結構そのコーヒーを飲むのを渋ってしまってるっていうので、まあ、そこであの需要が減ってでこれから供給が伸びてくるっていうことで、はい、それ、 あのそれがあの市場価格にも影響を受けてるみたいです、まあ、前回のお話ですとねブラジルのそのコーヒーの木、花がかなりこの花をつけてそれから8ヶ月後の収穫の時期だから実が増えてくるんじゃないかってでも先ほどそのいろいろと先物っていうものもあるというふうにおっしゃいましたけどもやはり相場にかなり影響したってことなんですねそうですねもうこれからもうブラジルがこれからたくさん取れますよっていうふうに言っちゃってるんで、はい、目に見えてるんでやっぱそこは影響してますよねそうなんですねあとはやはり嗜好品だから控える人、はいまあ、物価高騰の折っていうところも、まあ、我慢しようかっていうこれも結構影響してるんですねそうですねもう需要と供給がめちゃくちゃになっちゃってますねバランスが確かにだからね今までは供給量が少なかったから、まあ、需要はあっただからあの物の値段というかコーヒーの豆の値段上がったけども、まあ、これから供給量は増えてきそうだっていう時に需要が比較的、落ち気味ってことなんですもんねそうですね暴落目に見えてますね、はい、いや、ま、待ってくださいそんなあの明るく暴落目に見えてるとか言わないで、なんとかなりませんか心の準備を今からなんともならないですねこればっかりはだからもう本当に心の準備をするしかないですそうですか、はい、でも順調なんですね、はい、松尾さんねコロンビアのコーヒー農園もねうちは割とそうですね、あのおかげさまで、はい、いい感じでやってますそうですか、はい、それは何よりです、はい、さあそれではここからはですね松尾さんにこのテーマで話を聞きましょう女性の権利を訴える CM が大炎上スペイン女性閣僚に批判が集まったわけ女性の生理も問題を解決してくれる入浴剤ブラッディボムが SNS 上で炎上しています。この炎上したブラッディボムという名前の入浴剤は生理中が血が気になってですね入浴できないという女性のために開発されたといいます。お湯が真っ赤に染まる固形の入浴剤で自律神経を整えてストレスを緩和するという成分が配合されていると出ていますね。で、このブラッディボム、女性が生理中の入浴をはばかる最大の理由はお風呂の中にこの血がですね漏れることを不衛生に感じるからだ当事者である女性を置いてきぼりにした商品だと猛反発を食らったというんですね企業や団体が図らずも炎上してしまうこと、まあ、これはインターネット SNS の日常風景ともなりつつあるんですが松尾さんスペインでもこういった炎上ってのはあるんでしょうかはいつい最近ありましたね、はい、あのスペインには日本にはないんですけれどもあのスペインには平等省っていうそのジェンダーの平等を目的としたあの機関があるんですけれども、その平等省が発表した新しい広報の CM っていうのが今ちょっと物議をかましてですね、はいその CM っていうのはその女性の2人に1人は、まあ、人生の中で男性から何かしらの暴力を受けるっていうのが、まあ、テーマそれを訴えるためにあの作成されたものになるんですけれども、まあ、この CM を見たあの視聴者から税金でこんなものを作るなと税金の無駄遣いだっていうふうにあの平等省とかあと大臣ですねに向けて、まあ、批判だったりとか、まあ、抗議の声が上がっているともうまさに炎上しているような状態に今あります、はい、これ炎上している CM ってのはどんな内容なんですかですね、まあ、2分弱ぐらいの CM になるんですけれども、はいまあ、その中に4つのシーンが入ってるんですねで、まあ、1つ目のシーンはインフルエンサーが、まあ、ライブストリーミングライブでお話をしている場面なんですけれども、でそこでなんかわざとお酒飲まないでクラブに行って泥酔した女の子を狙ってるなんか狙う友達がいるんだよねみたいな感じ あの話をライブストリーミングで話してたところに、あのライブで話すとコメントがポンポン入ってくるんですよね視聴者から、はい、あのコメントでなんか今自分の友達のことあのレイプマだって言ったねっていう風なコメントが入ってくるんですよ、でそれに対してあのインフルエンサーがそれを読んで俺がみたいな感じでちょっと困惑した表情を浮かべるっていうのが一つ目、はい、であの2つ目の場面はトーク番組の中で、まあ、男性司会者があの女性の出演者になんかちょっとやらしい感じの笑顔を浮かべて、なんかあそういえば君は寝るときはセクシーな下着をつけるの快適な下着をつけるのみたいな質問するんですよ、
で、それに対して、女性、出演者がちょっと怯えたような表情を浮かべて、はい、カメラに向かって、まあ、もし自分が、私が男性だったら、こんな質問はされないはずっていうふうにつぶやくっていう場面ですね。で、男性司会者はその話を聞いて、俺みたいな、いやいやいや、みたいな感じで、笑ってごまかすっていうのが二つ目。はい。で、三つ目は、まあ、トラックに乗ってる運転手の映像ですね。で、トラックの周りを、そのサッカーのサポーターたちがなんかワーワー言いながら通るんですよ。はい。で、そのトラックの運転手がカメラに向かって、まあ、この彼らが応援してる選手っていうのは、彼女を殴って有罪になったんだっていうふうにカメラに向かって言うんですね。で、まあ、サッカーファンたちは、彼はやってないみたいな感じで叫ぶっていうか、コールを続けるっていう場面が3つ目。はい。で、最後の場面は、アパートの窓から外を見ている男性たちの影があって、で、ナレーションが、なんか、もし、あなたや私が犯人じゃないんだったら誰がやったんですかみたいな感じのナレーションが出て終わるっていう、まあ、こういった2分間の中にこういった4つの場面が組み込まれてるっていう CM になってます。この女性が受ける暴力の4つの例、今、松尾さんにお話しいただきました。これ、どういう意味があるんでしょう？この4つのシーンですね、4つとも実際にスペインの中で過去に起きた事件というか出来事をパロディにして、構成されている CM になってます、はい、実際に起きたものってことなんですね。そうですね、はい。でこれ1つ目のインフルエンサーがライブ配信している場面というのは、これはどういう出来事を元にしてるんでしょう？このインフルエンサーのモデルになったっていうんですかね、はい、人物っていうのは、まあ、スペインで一番有名なライブストリーマーって言われているエルチョカスっていう名前の男性なんですけれども、はい、で、まあ、実際にこの CM 見て彼大激怒して、うん、1時間ぐらい抗議のためのストリーミングを行ったんですけれども、はい、まあ、実際彼、これと似たような話を去年、今年の4月ですね、はい、行ったライブ配信で、まあ、こんなようなことを話してるんですよ、はい、実際に CM で使われたような話ですね、ええ、まあ、ただいい部分だけを前後関係無視して切り取って、うん、いい感じになっての使われているっていうことで、はい、それに関してすごい彼は怒ってるみたいですね。これどこかその誤解を招く使われ方なんてことがあったってことなんですね。そうですね、なんかその CM の中では、ええ、まあ、チョカスの友達がお酒飲まないでクラブに行って泥酔した女の子を、はい、まあ、お持ち帰りして暴行を加えてるみたいな、そういうふうな、はい、イメージを視聴者にさせるような CM になってるんですけれども、まあ、チョカスが実際に今年の4月にストリーミングで話した内容っていうのは、はい、まあ、クラブとか行くとみんな酔っ払ってるじゃないですか、はい、で、もし自分がお酒飲んで酔っ払っちゃうと、なんかなんていうんですか、気になる女の子がいても、ええ、なんか自分ベロンベロンになったらうまく話せないじゃないですか。なんかスマートな会話ができなかったりとか、はい、その駆け引きがうまくできなかったりとかするから、うん、ちゃんとスマートにウィットに飛んだ会話ができるように、ええ、わざとお酒を飲まないで、クラブに行くっていう友達がいるっていう話をしたんですけれども、ええ、まあ、そこの都合のいいところだけ切り取られちゃって、で、なんていうんですか、言葉とかもちょっと変えてるんですよね。まあ、そういうふうに暴行したいうふうにイメージさせるように変えたりとかしてて、はい、まあ、それに対してそういう使われか、そういう意図じゃなかったのにっていう風な感じですごく怒ってて、で、今回 CM を作成したその大臣ですね、平等省の大臣に対しても、もう顔真っ赤にして怒らせてですね、税金は正しく使えと、ちゃんと働けと、で、まあ、税金、そのね、高い税金を払うために自分たちは一生懸命働いてるんだから、お前らもちゃんと働けっていう感じで、かなり怒ってましたね。そうですか、はい、あと2つ目の男性司会者が女性出演者にいやらしい質問をするシーンの元ネタ、これはどういうものなんですか？これはスペインでもすごく有名なトークショーに出てくる、パブロ・モトスっていう有名司会者ですね、この司会者がパロディになってるっていうんで言われてるんですけれども、はい、まあ、これも、まあ、事実とは異なってるというか、まあ、バックグラウンドを完全に無視して使われてるって感じですね。2016年、すごい結構前なんですけれども、のトークショーで、まあ、下着の、なんていうんですかね、クリスマスのためのセクシーな下着とパジャマのプロモーションのために来た、モデルに向けてした質問なんですよ。はい、まあ、そういったプロモーションで来てるんで、やっぱり下着とかがテーマになりやすいと思うんですけれども、はい、その流れで、まあ、その質問、同じ質問してるんですけれども、質問する前に、ちょっとごめんなさいねって言って、これは性的な質問じゃなくて、なんかジャーナリスト的な質問なんだけどっていう前置きをしてから、そういうふうな質問をしてるのに、はい、
あたかも唐突にその質問を投げかけたみたいな感じで使われているっていうことで、それも結構その使い方はないんじゃないかみたいな感じで、かなりブーイングが来てますね。これもこれ男性司会者はやっぱりこの CM に対しては怒ってますか？そうですね、やっぱ同番組、同じトーク番組の中で、平等賞はこんな CM のために何百ユーロ、何百万ユーロも税金使ってるんですよって言って、で、実際にそこのトーク番組に出演してた出演者たちも、はい、いや下着のプロモーションね、来た人に下着の質問しただけだしね、みたいな感じで擁護してる感じで、で、実際このちょっとパフロ、この司会者、なんて言うんですかね、ちょっとスケベなところがあるので、昔にいろいろやらかしてるところ、でも今だったら多分やらないと思うんですよ。今すごくジェンダー問題になってるんで、10年とか15年とかすごく昔 の, そういったちょっとやらかしてしまった映像とかを今フェミニストの方たちが結構引っ張り出してきて、ほら見ろとか言ってるんですけれども、いやそれはそうでもちょっと使われ方はないんじゃないかっていう感じで、議論を巻き起こしてますね。そうですか、はい、あと3つ目が彼女を殴ったサッカー選手を応援するファンとトラック運転手の場面、これもやはり元ネタがあるってことなんですね。そうですね、これも2013年に、スペインのクラブチームのレアルベティスのサポーターたちのパロディって言われてますね、はい、当時チームに所属していた選手、ルベン・カストロ選手が当時交際していた女性に暴力を振るったとしてその女性に訴えられたんですよ、はい、で、長い間裁判が続いたんですけれども、結局女性のなんか主張が二転三転することとか、あと証拠があんまりなかったっていうことで、結局2017年にこの人無罪になってるんですね、結局何もなかったと。そうなんですね。その裁判、そうなんですよ、でその裁判期間中はその選手スペインでプレーできなかったので海外でプレーしてたんですけれども、はい、サポーターたちはもうルッベン・カストロは何もやってないと、君のせいじゃないよっていう歌を、試合中にそのベティスの試合中に歌ってたっていうののパロディですね。で結局無罪になってるので、その無罪になった人をそういったパロディにするのは良くないんじゃないかっていうのに批判が集まってます、はい、でもこれその平等省というところがやってるところで、平等大臣というのは批判の声はやっぱり大臣に対しても上がってるんですか、こういう CM を作ってみたいな。そうですね、大臣が率いて作ってるものなので、で他にも結構ね、いろいろこの大臣結構強烈と強気というか、はい、もう結構フェミニストですっていう感じの大臣なので、なんかそういうので結構結構一線超えてしまってるっていうか、はい、ちょっとやらかし気味なところがあるので、それで結構批判は集まってしまってますね。あ、そうです。それは初めてとかもう一度や二度じゃないぐらいって感じなんですね。そうですね、なんか最近も、法律改正して結局それが性犯罪の原型につながってしまったっていう法律を彼女作っちゃったんですよ。そうなんですね、急いじゃったんですよね、はい、急いで何もあんまり考えないで、それで批判集めてるっていう結構やらかしてる大臣です、はい、そうですか、穴があったと急いだばっかりにという、そういうことがスペインで起きてるんですね。はい、はい、今朝はスペイン在住コーヒー農園経営者の松尾彩香さんにお話を聞きました。松尾さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい。